ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は CR サイボーグ009コールオブジャスティスを完全攻略していきましょう。2019年1月に乳銀から導入された319の V 角転落式ミドルタイプです。ボーダーが 18.9 とやや高めで、電サポはヘリを抑える仕様となっております。アタッカーのオーバー率はなかなか決まりづらく、通常回転速度は普通ぐらいです。電サポ中消化スピードが異常に速く、ストレスがあまりないタイプとなっております。ベースのムラは比較的激しい方なので、ストロークが決まったらあまり動かさない方がいいです。この台はこぼしや道釘の釘調整を気にした方が良さそうです。また潜伏確変はありません。アタッカーは8カウントで、3カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったのを確認後、弱強の2発を打ち出します。弱が決まりづらく、ポケットに結構入る場合は3発の方が決まりやすいと思います。コツは弱でプラブロックに引っ掛けた時にプラ部分にワンバンする感じだとオーバーが決まりやすいです。止め打ちは1回砲1パターンです。電柱が閉まる前に6、7発打ち出しで対応しましょう。電柱ポケットともに一玉返しで、電サポの消化速度はかなり速いので、へそを食われないように注意しましょう。200回転を超えるとさらに消化速度が速くなるので、7から8発打ちで対応しましょう。確変中は電柱が開かなくなり、リーチがかかることがあります。その際は当たりおわ転落のどちらかを引いているので、打ち出しストップで対応。スルーが枯れてると思って無駄打ちには注意しましょう。換金率カシャマー10日でベースが 23.5、 増減率マイナス 0.02、 出玉値間が16ラウンド平均1810玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5350玉です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。